宇宙空間で作業を行う宇宙飛行士。宇宙開発は宇宙空間を人間の社会的な営みに役立てるため、あるいは人間の探求心を満たすために宇宙に各種機器を送り出したり、さらには人間自身が宇宙に出ていくための活動全般を言う。宇宙開発競争。アメリカ合衆国の宇宙開発。ソビエト連邦の宇宙開発。中国の宇宙開発。 および日本の宇宙開発も参照各国のロケットの素となる V2 ロケット。人類が宇宙空間へ進出する宇宙開発の構想としては19世紀には SF 作家のジューレベルヌの小説に描かれた砲弾宇宙旅行などがあるが実現化を目指した研究として1903年には ロシアのコンスタンチン・ツヨルコフスキーが液体燃料型多段式ロケットや人工衛星、惑星への植民など宇宙開発の基礎技術を提言した。アメリカでは1926年にロバート・ゴダードによる液体燃料ロケット打ち上げが成功している。ドイツでは1923年にヘルマン・オーベルトがロケット推進に関する実証的理論を提言し、 1927年には財団法人として VFR が設立される。その後、世界恐慌などの影響で宇宙開発の研究は資金不足に陥る。宇宙旅行協会も1934年には参加するが、ドイツでは1929年に陸軍兵器局がロケット兵器の開発に着手し、協会にも所属していた。第二次世界大戦においては、 V2 ロケットなどが実戦でも使用された。対戦におけるドイツの配色が濃厚になると、フォン・ブラウンなロケット技術者はアメリカへ投降し、原子爆弾の開発でアメリカに遅れをとっていた。ソ連も科学者やロケットの実物や資料などを摂取し、ドイツで培われたロケット技術は戦勝国へ引き継がれた。世界初の人工衛星スプートニク1号。第二次大戦後には、 米ソ両国が冷戦状態になると国家的プロジェクトとして弾道ミサイルや人工衛星など軍事的利用が可能な技術の研究が競われる宇宙開発競争となる。人工衛星の実現による通信網の拡大は民間事業においても期待されており、アメリカは海軍主導のヴァンガード計画に基づき1955年7月に ソ連は8月にそれぞれ人工衛星の打ち上げを宣言。アメリカが技術的問題に直面している中、ソ連は1957年10月に人工衛星スプートニク1号、11月には犬を乗せたスプートニク2号に成功し、アメリカに対して技術的優位を見せつける。アメリカは12月にバンガード1号の打ち上げを実行するが失敗し、 ソ連の衛星打ち上げの成功は、アメリカの安全保障を脅かすと懸念され、スプートニックショックが走った。アメリカでは、ヴァンガード計画を改め、1958年には NASA が設立され、1月には、ジュノーアイ型の打ち上げに成功した。それから、ベースは、世界初の成果を上げるために激しく争うことになる。月を目指すサターン V ロケット。宇宙開発競争では、 当初はソ連が大きくリードし、有人宇宙飛行や月、惑星への探査機着陸など、世界初の異業をことごとく独占した。しかし、有人月面着陸では、アメリカのアポロ計画が先行した。アポロ計画は巨額の資金が必要であり、政治家などから多くの反対を受けたが、世論の強い支持を得て、計画は推進された。 1969年7月20日には、アポロ11号が世界初の有人月面着陸に成功し、宇宙開発競争は頂点を迎えた。以後は、米ソで単と、米ソ以外の宇宙開発参入、世論の注目の薄れなどから米ソ間の競争は緩やかになっていき、1975年の米ソ共同によるアポロソユーズテスト計画で終結を迎えた。 世界のロケット打ち上げる意見機数は2011年末時点で5171機。そのうち成功したのは4731機で成功率は91.5%である。世界の衛星、宇宙船等を打ち上げる意見個数は2020年5月時点で9568個。その中では低軌道衛星、宇宙船の数は5232個。 宇宙軌道衛星、宇宙船の数は383個。対地期機軌道衛星、宇宙船の数は880個。他の衛星、宇宙船の数は647個。詳細は、宇宙機関の一覧を、参照要素有人開発国別学問分野問題。ありがとうございます。